猛烈に怒ってる。はい、というのもですね、先日、キャンドゥのアルコールストーブ、こちらの、動画を、撮ったんですけれども、その際に、爆発しまして、燃料が吹き飛んでしまい、手に、まあ、手首なんですけども、手首の方に吹き飛んだ液体が燃え移り、今ちょっとあんまりは映さないんですけれども、やけどを負ってしまいました。前回の動画を踏まえてちょっと勉強したなっていうことを、まあ、今後あのアルコールストーブ、まあ、言ったらアルコール燃料ですね、皆さんに対して、まあ、注意喚起できるんじゃないかなということで、なぜ、爆発したのかっていう原因を、一つ、このこちらの製品の、特徴、使用する方法の、二つの視点から、お話ししていきたいと思います。まずですね、キャンドゥから出ましたこちらの、アルコールストーブなんですけれども、こちらの形っていうのがこの真ん中に筒状のような穴ができて、外にね、こんな風に穴が開いてるんですけども、ここの中が空洞になってまして、で、この製品から、察するになんですけれども、ここの空洞に気化したアルコール燃料が溜まりやすくなった上に、空気と混ざり合うことによって、そこから着火するんですけども、その着火した後ですね、爆発起こるんですけども、その爆発したのが、ここの真ん中を、このように、ちょっと断面図で見た感じですけども、出る、逃げ道がないんですよね、その爆風の。で、その爆風の逃げ道として、下の穴から、ボーンとなったものが、ここにあるアルコール燃料を上に押し上げて、このような、ちょっと今スローモーションで見てますけども、その、下から溢れ出すかのような形で、ドッと上に吹き出した、じゃないかなと。思います。なので、こちらのタイプは非常に爆発しやすい。爆発しやすいって言ったらですけど、安全に使えばいいんですけど、僕が無知すぎたので、そういうことが分からなかったと。で、もう一つ、その、僕は 10ml で、少しだけ燃焼させたいと思ったんですね。そんなに長くは燃焼しようと思わなかったので、少しだけ燃料を、まあ、10ミリぐらいかなっていうことで10ミリぐらい入れて、燃焼時間も少なく、すぐに燃焼して、火が消えるようにっていう風に考えてたんですけども、例えばコーヒーを飲むだとか、ちょっとお湯を沸かしたいとかって言った場合に、わざわざ、ここの、わざわざですよ。わざわざ3分の2、まあ言ったらアルコールランプで言ったら8分目ぐらいはきっちりと補充しときましょうねっていうような、まあ話があるんですけども、まあそれぐらい入れるかって言ったら、どうですかねっていうところなんですよね。じゃあちょっとだけ入れてちょっとだけ燃やそうというふうなことを考える人が多いんじゃないかなと思ったんですよ。まあ僕がそうだったんで、まあそうなのかなって思ってるだけなんですけど、この製品の特徴としてそういうここにですね穴があって、このような形で、爆風が上に吹き上がるために、燃料が上にドンと爆発した際にですね、爆風が上に噴射するかのような、ものになってるんじゃないかなっていう点です。空気を含んだ、燃料がね、引火した際に、あ、うんこしたい。はい。爆発した際に非常に、悲惨、まあ、ある意味悲惨ですけど、飛び散るような、まあ、形状をしてるんじゃないかなと思いました。もう一つ、使用する方法についてなんですけれども、僕はですね、その燃焼時間をまあ短くしたいがために 10ml を入れたんで、非常に少ない割合で、アルコールの燃料を入れたんですね。そのことによって、こちらにですね、まあ、空気を多く含んで気化したものと、合体してですね、まあ、言うなればまあガスができてですね、で、そこに火をつけたわけなので、ボッと爆発してしまったっていうような使い方、まあ間違った使い方をしてしまっていると。説明書にはちゃんと、アルコール燃料は3分の2ほど
入れてくださいと書いてあったんですね。まあ注意点ですけども。で、そうしないとどうなるかっていうようなことは書いていなかったので、まあその辺は自由に使っていいものなのかなと思ってたんですけども、ですよ。そうじゃなかったっていう。まあきっちりと3分の2は、入れておきましょうっていうような内容でした。で、小学校とかの時に使ってた、中学校かな、あの、アルコールランプも、燃料が減らないように、7分8分ぐらいは、あの、ちゃんと補充しておきましょうねっていうような注意、事項があったので、ああ、やっぱり同じなんだなと思いました。で、よく、学校の方でその、アルコールランプの爆発事故っていうのも起きているので、少ないアルコールの中で、着火しようとして、爆発、ボーンと爆発して、ガラスが飛散して、まあ、近くにいた、人たちが、まあ、怪我をしてるっていうような内容だったと思います。使用時には、まあでも、ぶっちゃけ自由っちゃ自由なんですけどね、その辺自己責任と言ってしまえば自己責任なんですけれども、きちんと、説明に書いてあるように、3分の2。で、3分の2っていうのがどれぐらいのものなのかっていうのを、どれぐらいなのかなっていうことなんですけど、一応 80ml なので、なぼだ、3で割った2、ん ?3、2が、6の、そう、ブ6で、26、なんぼなので、52ぐらいかな。52ぐらい。まあね、約 50ml を、入れて使用するのを、メーカーは、おすすめしてるっていうような内容です。間違った使用方法によって、気化したものが、作られやすいような環境である。あったっていうのも、まあ、自分の悪い点だったなということで、まあ、今回そのね怒ってるぞって言ってましたけども、それでもですよ、他のアルコールストーブの説明書とかも見てみましたけれども、海外製が多いじゃないですか。日本語になった時にトランギアのアルコールバーナー、注意事項、アルコールを入れたまま保管運搬しないでください。で、長期保管の際は火気のない場所でアルコールを完全に蒸発させてください。で、日中の、日光下では、アルコールバーナーの炎はほとんど見えませんので、火傷には十分ご注意ください。っていうような、ここだけしか書いてないんですよね。なので、その使用方法っていうものが、まあ、いかにアルコール燃料を入れる着火っていうことだけなんだとは思うんですけども、もうちょっとね、注意喚起をした方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。なぜならば、非常に安い、330円で手に入るものなので、燃料用アルコールも薬局、まあ、ドラッグストアなどで簡単に買える安いものなので、たくさんの人の手に渡る、まあ、そういった意味では、非常に間違った使い方をする人たちも多いのではないかなと思いましたので、僕自身はもうやけどを負いましたので、怒ってます、怒ってます。ちゃんと、もうちょっとちゃんと書いてくださいよ、本当に。アルコールストーブっていうのはとても面白いもんだなって思いますので、全く怒ってないんですけどね、本当は。なので、今後僕みたいに大やけどするとか、あとはですね、その使いどころによってはですね、大惨事になりかねないようなものなので、皆さんに注意喚起として、以上の、まあ、この製品の特徴と、あともう一つ、使用方法についてお話ししました。ですので、もし使用する場合は、本当に、風通しが良い場所、外、最悪その火が回らないように、下にステンレストレイを敷くだとか、燃えにくい板を置くだとか、飛び散った際に燃え広がらないように、風防を置くだとか、濡れた雑巾とか、固く絞った雑巾とか、っていうのをちゃんと置いて、着火するっていうような、ことをするといいと思いました。いやー、本当にね、参ったな、びっくりしたな。今回はそのキャンドゥの、アルコールストーブの、注意喚起のお話でした。そしてですね、なんとさっき言いましたけども、こちらのトランギアの、アルコールストーブ買いましたので、こちらのですねレビューも、していきたいと思いますので、また次回の動画、お楽しみくださいます。というわけで、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではありがとうございました。